とっても簡単なカエルの折り方です。色紙の白い方が見えるように四角く折ります。一度開いてもう一度四角く折ります。今度は色がついている方を外にして三角に折ります。これももう一度開いて三角に折ります。この折り目の部分を持って寄せてくるとこんな風な三角の形になりますので、この下の線に合わせて平行になるように折り筋をつけます。一度開いて反対側にも同じように折り筋をつけます。この折り筋に合わせて前足を折ります。反対側の前足も先ほどつけた折り筋に合わせて折ります。次は後ろ足です。この線のように折っていきます。これでカエルの形が完成しました。これは画用紙をパンチで抜いたものです。綿棒の先に糊をつけて、顔の両端に貼ります。ペンで目玉を大きく描きましょう。最後に鼻の穴を描いて出来上がりです。何匹か作ってアジサイなどと一緒に飾りましょう。